どうもでございます今日はですね、こちら。でででん。はい、iPad 2018のお話でございます。はいえー、僕はですね、これまで Android とか FireOS を中心に、ね、使ってたんだけども、えーまあ、今回、えー、初めてですね、iOS を導入してみました。はい、でこれ実際使ってみて思ったんですけれども、まあ、ハードウェアの性能としてはやっぱ高いなと思ったのが率直な感想です。 で、えーまあ、今のところ、Android、Fire、まあ、これを中心に使ってきてですね、まあ、急にこの iOS 端末が入ってどうなったのかって言ったらですね、案外、あのすんなりなじみますね、えー。っていうのはですね、えー、例えばこう、いつも Android で使ってる、まあ、Google マップであったりとか、まあ、Chrome とか YouTube アプリとか、あとは Twitter とか Twitter、えー、アプリね、いつも使っているような、おなじみのね、 それから、Android で使ってる、まあ、プライムビデオとかミュージックとかショッピングとか、まあ、こういったアプリ、普通に使えるんですよ。なので、えー、まあ、Apple、えー、製品を使って何か新しい端末を買うというよりは、あ割とねあの、すんなりあの受け入れることができました。はい、ただですね、iOS 端末として、この iPad がフルに使えるかって言ったらね、そうではないんですよね。 で、この iPad 2018年モデルからは Apple Pencil に対応して、えーまあ、この画面にね直接メモを書き込んだりとか、まあ、そういう新しい使い方ができるようになりました。はい、でさらにですね、オプションのこうブックカバーとかを、ねえー、使うとまあノートパソコンのようにも使えるよということで、えー、まあそのあたりもまあこの高い、まあ、ハードの性能があるからまあ実現できるというところなんですけれども、 でね実際、まあその使ってみたところなんですけどもね、えー、そんなにね、あの大した機能を僕使ってないんですよね。えー、実際これやってるのって、ツイッター見たりとか、あとはツイキャスライブ見たりとか、まあ、時々、なんでしょう、YouTube アプリも使うのかなっていうぐらいでね、えー、とちょっとここのね、えー、ハードの性能をフルに生かしきってないんですよね。 で、えー、まあ、これにキーボードを組み合わせてね、ノートパソコンのようにして使ったら、まあ、なんか活路を見出せるのかなと思って、ちょっとお試しで、ブックカバー買う前に、まあ、こういう市販のね、Bluetooth キーボード、はい、これとね、まあ、組み合わせて、えー、まあ、ノートパソコンっぽく使えるのかなと思ったらですね、えー、この iPad っていうのはね、マウスに対応しないんですね。まず、キーボードだけしか使えない。 だから、キーボードと、まあ、タップして使うっていう組み合わせになるわけなんだけど、その使い勝手がちょっとなっているのと、えー、っとね、文字入力、キーボードでやる文字入力がね、あんまり使い心地が良くないんですよ。どれだったら、まあ、この付属のね、ソフトウェアキーボードでやった方が早いんですよね。はい。で、あともう一つのね、まあ、Apple Pencil なんだけど、この Apple Pencil があったからといって、僕のね、生活環境で、 えー、それがね、活かせるのかなっていうのはちょっと微妙。1万円以上するアップルペンシルですよ。まあ、1万円のね、えー、仕事をしてもらいたいなと思うんだけど、実際自分の生活環境ね、ちょっとそれを活かせる環境っていうのは全然ないんですよね。そこでですね、この iPad、えー、快適に使うためには、何が必要なのかなって思った時にね、キーボードとか、アップルペンシルではないんですよ、自分にとっては。 これでした。じゃーん。はい。これこれ。これ何かっていうと、100円ショップで売ってるようなタッチペンですよ。先端が、こうやって丸いゴムになってるやつね。ここが。はい。これがね、あるだけでかなり使いやすくなるんですね。えー、例えばですね、えっと、僕まあこの間ね、イラストアプリっていうのもちょっと使ってみました。試しにね。遊びなんだけれども。あ、これだこれだ。アイビスペイント x っていうアプリ。 はい、これでですね、えー、このタッチペンを使ってですねあの、お絵かきをしてみたんですけども、はい、<laughs> ちょっと、まあ、すごい雑だけどね、まあ、こんな感じでですね、えーまああの、なんとなくね、イラストを描くことができました。ちょっと濃淡もね、表現できるし、これ、アップルペンシルじゃなくてもさ、このタッチペンでね、描けちゃうんですよ、これ。イラストがちょっとちゃらちゃらっと。雑ですけどね。はい えー、その他にも、このタッチペン使うときって、通常のさ、指の代わりにスクロールするっていう使い方、この使い方もね、結構使いやすいんです。指だとね、なぜかこう、引っかかるんですよね。なんかこう、滑らかにこう、動いてくれないんだけど、タッチペンを使うと、このあたりの動きがね、すごくこう、スルーって動いてくれるんですよね。えー で、文字打ちなんかをするときも、これがあった方がね、結構打ちやすかったら、手でね、こうやってやるよりも、なんか知らんけどね、こっちの方が、あの、打ちやすかったですね。なのでね、えっと、自分の中では、あもう、なんて言いますかね、この iPad を快適に使うときに、もうこの100均のね、タッチペン、これが1個あるだけでも、だいぶね、快適性がアップするなと思いました。まもちろんね、 えーまあ、より高度な使い方とか、まあ、もっとこう繊細な絵が描きたいとかあまあなんかこうビジネスシーンでね、まあ、フルに活用できる場合であればねアップルペンシルっていうのはまあ活用できるのかなと思うんですけど僕がねちょっと僕の使う環境であればもうこれで十分じゃないかなと思ってね100均のタッチペンではいって思った次第です。うん まあ皆さんもね、まあ iPad 使ってみて、そんなにね、フルに機能使ってないよなっていう方であれば、このまあ37,800円のこの iPad とこの100均のタッチペン、この組み合わせでね、一度ちょっと使ってみてね、あの、なんかちょっと検討してみるといいのかなと思いました。はい。えて、ー、なわけでね、今回はまあ iPad をね、まあ、あの使いこなすときに必要なアイテムっていうのをちょっと えー、紹介してみました。はい。これ、まあ、人によってもね、あのー、理想的なのはちょっとまた違ってくると思うんだけども、まあ、一つのねあ、こんな考え方もあるんだよという感じで、あの、捉えていただければと思います。はい。えー、この動画がね、役に立ったなと思ったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。